英国シンクタンからこんにちは。本日はですね、まあ、定例研究会ということで、えー、慶応義塾大学名誉教授の笠原秀彦先生に、えー、お越しいただきまして、まあ,あの皇室の濃い検証問題についてのまあ、ディスカッションというかあご発表いただいてディスカッションという形を、えー、させていただきました。倉山先生いかが？ ででしたでしたょうかいや笠原先生はい、私が立ってのお願いでこちらにお越しいただいて、はい、一般には女系容認論者と思われていらっしゃる方なんですけれども、まあ、そういうあの勝手なカテゴライズで偏見を持って見るのではなくて何よりも我々旧国シンクタンクとしては正質な環境の中でこういっ位継承問題を議論するという土壌を作ることをやってきましたのでそうした中でぜひ笠原先生のお話をお聞きできればなといったことで、まあ、今日両先生が時間がないという いうことで、あの手短に私の感想をまとめますと。とまあ、4つありまして、1つは喫緊の課題であると、中にはあの悠仁殿下があの男の子が生まれるかどうかまで見極めようみたいな話ありました。けれども、本来ならば3月に予算通したら、もう即座に現国会で始めるべきような話であるというふうに考えます。2つ目は今のままの状況で、悠仁殿下の配偶者になってください。お嫁さんにお妃になってくださる方が出てくるのかという問題。 問題をあのどのように考えるのかこれも旧国シンクタンクとして取り組んできたことですねで3つ目は何もしなければ久人殿下が即位された時皇族が1人もいなくなるこれに対してどういうふうに改善していくのかということを考えなければならないということ で4つ目としては小泉内閣の時から笠原先生は議論をされていたことなんですけれど例えば女系天皇容認例えば女性三宅創設をやった場合その女性皇族の方のあるいは女,女性天皇の方の配偶者の方をどう考えるのか。 というまあ議論をしなければならないかなと、いきなり結論だけで喧嘩していて皇室に異類を及ぼすような話になってはならないなということをまあ強くあの感銘を受けつつ改めてお伝えしたいなというふうに考えております。うん、江崎先生いかがでしたでしょうか。やっぱりこういうことってですね、まああの、まあ、ここはシンクタンクなんですよね。まあ言論界見てるとですね、自分に反対する意見があると。 彼らは敵だってて決めつけてその議論を聞かないし彼らの議論は間違ってるって決めつけていくっていうことが本当にまあ多いわけですが政治の現場にいるとですねさまざまな議論をきちんと受けながらどうやってこのまあねあの針の糸に穴を通していくのかってことを考えないといけないんですね。そういうい意味では あのまあ、必ずしもこの、ね、立ち位置が僕は一緒ではないんですがやっぱり笠原先生のようなこの皇室のことをどう,こう、まあね、守っていくのかということを考えているまあ方に話を聞いて議論をしその中でこの共通の,この問題意識というのを確認していく、まあ、これは本当にシンクタンクならではの作業で。 こういう研究会っていうのが本当に今の日本には必要だなっていうことを改めて思った次第です。 やっぱりそのこうするべきというお話とまあこうであるというまあところをこう分けながら話をしていくというのはまあ科学の基本だと思うのでまあそういった議論をきちんとですね旧国シンクタンクとしてはこの皇室問題においてもまあやっていくということですね、われわれとしては,べきはあるけれどもというまあただ、赤澤先生の議論は何もしないでほっとくとこうなりますよという問題提起をしていただいたということですね。はい はい、えー、ということで、えー、我々といたしましては、ねまあ、この問題についてもです、ね、しっかりと今後も情報発信、まあ、現実妥当なものを えー、しっかりとした価値観に基づいて発信をしてまいりたいと思います。で、えー、今回告知ですけども、えー、こちらいつもですねこの告知してるんですけども令和6年2月25日 <laughs> 13時30分からですね、はい、第4回旧国シンクタンクセミナーということで、まあ、日本立てでですね、えーまあ、役所がやってる世論調査の見方をどういうふうに、えーまあ、やってったらいいのかということこれをですね、まあ、地方議員さん向けもしくは 地方自治体で、えーまあ、実際にいろんな政策を調べてらっしゃる方向けにです、ねえー、やるというのが1つともう1つは、えー、こちらに小川先生のプロフィール出てますけれども、えー、小川先生にお越しいただきまして、えーまあ、今後、ね、喫緊の課題になってくる、えー、国民保護法制と、まあ、その各自治体の、まあ、関係どういうふうにしたらいいのかとこれもですそ、ね、こ難しい話なんですけれどもなんとチェックリストを作っていただけると、うん、議員としてやっ,ちゃいやっていいことやっちゃいけないことみたいな。うん 話とか、まあ、住民の人たち向けにもあの作っていただけるということで、まあ、そちらをですねみんなで学んでいくということになります。まあ、これはあの、えー、国民保護法制は実際有事の話ですけれども、まあ、防災の観点からも重要だと思いますので是非、えー、皆様こちらのセミナーにもご参加いただければと思います。はい えー、このようなですね研究会であるとかまあセミナーを開催させていただけることはですね会員の皆様の会費によって成り立っておりますので今後ともぜひご支援をいただければと思いますありがとうございました日本には近代政党が必要だ近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。 その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか実はチャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで 日本が地球上で文明国として生き残るため。